あります。見てか駐機場みたいなのがあるのも知らなかった。広報担当しています八木沼と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日岐阜基地ということで、ここはどういった基地なのか教えていただいてもいいでしょうか。はい、岐阜基地は大きく航空機の部品を一手に扱う部隊と高射部隊、あとは航空自衛隊で唯一航空装備品の試験を担当している飛行開発実験団、技術ってやつですね。そうですね、この3つが大きい部隊になっています。また飛行場としても日本で最古の飛行場、非常に歴史の深い飛行場というふうになっております。最古の飛行場があるんですね、はい、すごい楽しみです。今日は十分に飛行機の方を見ていただいて、はい、楽しんでいっていただければと思います。はい、これから何をしていただくんですか。本日の F15 体験タクシーをしていただきますので、それを搭乗する前に機内の安全であったり、一連の流れというものを、事前に、ブリーフィングですね。ブリーフィングだ、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ本日は、こちらにもある通り、この F15 っていう、航空機、まあ、小型機と言われますが、戦闘機ですね。 F15 って小型機なんですか。 T2 のようなですね、大型機を大きい飛行機を大型機、それ以外を小型機と呼んでいまして、まあ、戦闘機もですね、こうやって小型機と呼んでいたりしますね。あ、そうだったんですね、はい、私てっきり小型機と聞いて、T4 とか T7 とか、はい、そういうものかと思ってました。僕は贅沢に F15 に乗れますので、記念にしてください。ありがとうございます、はい、もう乗るの初めてです。すごい楽しみです、はい、F15 基本的に一人乗りの戦闘機なんですが、今日は2人乗りの F15 を用意しました。後席に、乗っていただきます。はい、実験タクシーになりますので、一度エンジンをフルまで入れて、アフターバーナーと言われるですね、加速のところまで体験していただいて、また帰ってくるという、一連の流れを体験していただきます。はい、さあこれから体験タクシーということで付けさせていただけるんですか。そうですね、こちらの3点を付けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。あ、体験当初飾りしって書いてある、すいません、ありがとうございます。あ、これが G スーツ。G スーツ、ボタンをつける、でチャックを閉める、はい、こんな感じで。まだボタンがあるので、はいはい、ボタンをつけていただいて、で、こんな感じで大丈夫ですか。はい、左も同じくお願いします。はい、はい、うん、重そう。結構重い。気をつけて。はい、わかりました。じゃあ、はい、よいしょ、よいしょ、あ、重い。あ、重い。ここにあると思うので、はい、これをつけていただいて、こうですか。はい、それにこのチャックがあるので、またここに、はい、で最後に一番下に、はい、はい、ありがとうございます。下にですね、はい、もうちょっと下に、はい、その紐を、はい、ブランコを座るような感じで履いていただきます。ブランコ座るような感じ。ブランコ座るような感じ、どういうこと。前からこういう腰の間から通していただいて、おりゃこれか、何も見えねえ。何も見えない。これどうするんですか。思いっきり下に、思いっきり下に、はい、両方とも引っ張っていただいて、おりゃ、大変だよこれ。ハーネスのフィッティングは OK です。来ました。締め付けがすごい。今回フライトではないので、結構軽めにフィッティングさせていただいてるんですけど、そうなんですね。本来であればもう、ギチギチに締めてある状態です。あ、はい、はい、じゃあ最後にヘルメットですね。合わせて、あります、はい、はい、
今からちょっと圧をかけるんで、はい、空気が入ってます。はい、これは何をやってるんでしょうか。まあ、酸素のボリューム確認を、はい、します。ピーっていう音が、はいはい、流れます。喋っていただいても自分の声が、はい、あ、聞こえます。はい、大丈夫です。すごい、ありがとうございます。はい、終わりになります。ありがとうございます。準備終わりましたので機体に行ってみましょう。じゃあご案内します。あ、すいません、お願いします。だいたい時速とか時速130キロとか140キロで走ってる。130、はい、140、まあ、そんな速くないんで、まあ、加速感は多分、はい、体感できると思うんで、はい、もう楽しんでください。はい、はい、楽しみです。はい、F15 ですね。はい、F15 という戦闘機です。あ、ありがとうございます。これが、先ほど説明した、F15 になります。大体一周回って簡単に、はい、説明しますので、はい、ちょっとついてきてください。はい、お願いします。はい、F15 だ、こんな近くで見たの初めて、すごい嬉しい。結構あの戦闘機の中でもこれ大型の方の戦闘機で、はい、かなり多分大きい方です。他の多分隣とか見比べるとちっちゃいと思いますけど、こっちやっぱ大きいですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、これ戦闘機なんで、はい、武器をですね、いろいろ積むことができます。はい、ここにですね、F15 これ900発あの機関銃ですね、 20mm といってあの直径2センチの、弾を900発積むことができますが、900発、はい、これ1秒にあの100発出ますんで、1秒に100発、だから撃ち続けたら900発なんで9秒で、あ、全部なくなっちゃう、まあ、なくなりますけど、あのもう狙い澄まして撃つんで、多分1秒か2秒しか実際はもうか、まあ、ちょっとずつしか撃たないっていう、あ、まあ、ずっと撃っていっぱい狙うって感じよりは狙い澄まして撃つっていう感じです。そうなんですね。こうってなんかずっと撃ち続けるイメージがあります。あ、そうですね。エースコンバットやってたので、はい、詰めないんでですね。あ、そうなんですね。これあの燃料タンクです。あ、はい、燃料タンク、はい、叩くとですね、あの燃料がたくさん入ってるとかすると思いますけど、おー、いっぱい、まあ、満タン入ってますんで、はい、音が重いというか、確かに音が重い、ずっしりした感じがします。はい、でここはあのミサイルのランチャーって言いまして、これミサイルを積むところですね。はい、あ、実際ここにミサイル積むと、ここのレールからミサイルがドーンと発射されるようになります。シャーっていくんですね。はい、シャー、ここからシャッと前に、おー、ぐるっと回りまして、でこちらがですね、はい、エンジンの後ろ側になりますね。あのぜひあの2つ乗って後ろから気をつけてください。はい、よいしょ。あ、気をつけてください。はい、切れるんで。あ、気をつけます。え、こんな間近でエンジン初めて見た。あ、すごい。これがいつもアフターバーナーをしている、はい、そうですところですよね。え、興奮する。燃料をこれ捨てるところの穴です。反対側にはこっちから出ないんですけど、反対側に同じのがついてて、はい、ここから穴、まあ、燃料が重すぎてちょっと着陸するには重いなって思った時とかに、ここから燃料を出すことが出てきます。できます。へー、バーッと入っていく、バーッと、バーッと行くですね。はい、この上に緑っぽいなんか蓋みたいなのが はい、あれですね、空中給油口と言いまして、あ、これがあの上空でですね、はい、あの空中給油をしてもらうときに、あそこの扉が来まして、当てる棒みたいなやつをあそこに刺して空中給油してもらってる。はい、空中給油するのはあそこなんですね。はい、あそこに入れて。あ、そうだ、普通の F15 と違って座席が2つあるんですね。はい、それがですね、これは基本的に F15 一人乗りなんですけど、これはあの、まあ、教育用だったりいろんなちょっと目的のもとに、これは2人乗りの、はい、戦闘機となってます。2人乗りの F15 って初めて見たので、ちょっと興奮しています。今日は楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。はい、準備ができましたので、はい、乗り込んでいきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ乗ってみます。あー、うわー、すごい、結構高いですね。手で回したものを乗せて、あとは右足が
ね、V 機がちょっと粗めなんですけど。あ、本当ですか。これは粗い方なの。すいません、私の息の音が入ってしまって。すいません。あの左の、はい、プッシュミーを押してるんですよ。あ、本当ですか。やった、はい、押したい。じゃあ押しますね。はい。うわ結構暗いね。めっちゃ暗い。びっくりしました。3分ぐらい押すと大体、はい、G かかっただけの膨らみになるんで、ね、はい、すごい膨らんだ。もしてもらったらいつでも押してください。ありがとうございます。インターホン外します。はい、ラストチャンスエプロンでお願いします。はい、ありがとうございました。いってらっしゃい。はい、すごい、いってらっしゃいって言われるんですね。あ、そうですね。はい、すごい。シートの席の位置大丈夫ですか？多分一番上になってたと思うんですけど。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、よく見えます。はい、よく見えます。ちょっと少しだけ前出しますね。はい。あー、ちょっと前に出た。喋るタイミングが使われない。あ、いいです。いつでも喋ってください。本当ですか。ありがとうございます。 なんかチェック中でいつ喋っていいか分からなかったです。あ、もうだいぶ落ち着いたんですよ。本当ですか、はい、ありがとうございます。なんか聞きたいこととか、なんかその都度言ってくれたらいいです。はい、でもなんか確かに広い感じがしますね、中が。あ、広いですか。はい、なんか広く感じます。あの隣の、右の青いテントがはい、すごい狭くて、はい、F2、はい、F2 狭いんですよ。へえ。機体によってやっぱり中の広さって違うんですね。へえ。ご手回り決着します。すごい、他の機体が。そうですね、ちょっとこれ落ち着いたぐらいでちょっと出ようかなと思います。はい、わかりました。ギフランドマンボウ、マンボウバイキングギフグランド、タクシー2ホールディングポイント、ランウェイ28、ウィンド300アット20、 QNH 2979、テンプラチャー99。じゃあ出ますね。はい、お願いします。緊張する。じゃあ出ます。お願いします。機動力が分かんないですよね。分かんないです。すごい。操縦桿触ってみてもいいですか？え、本当ですか？いいですよ、別に。え、うわ、すごい。うわ。動かしながら、はい、右とか左、羽見たらちょっと動いてますよ。分かります？あ、本当だ、動いてる。すごい、羽が動いてる。え、面白い。本当だ。すごいですね。そうですね。うわ、いい感じで。すごい。いつも航空祭で離陸していくのを見る立場だったので、あ、離陸する側ってこんな感じなんだなと思って。こんな感じですね。
うわあ、感動する。すごいな。すごい酸素が来るやつ試しましたよね。試しました。うってなりました。あ、はい。ありがとうございます。これ右左は、はい、この走ってる時の操縦っていうか、まあ、はい、これ足でやるんですよ。あ、あれですか、ラダーですね。ラダーで、はい、はいはいはい。手はもう置いといても。右にやったらこんな感じ。ああ本当だ。すごいすごい。左にやったらこんな感じ。ああめっちゃ蛇行してる。はい、感じでいきます。すごい。え、今手離してる状態ってことですか。あ、そうです。ほら。あ、本当だ。わあ。すごい。いつもは、はい、この滑走路の、はい、まあ、入る前に、はい、ちょっと膨らんでるエリアに入って。整備がいつもここにいるんで、最後の離陸前の最終的なチェックとか、まあ、ミサイル飛んでる時はミサイル その撃てる状態にするための最終的 なんかスイッチをオンにしてくれたりとかして。そうなんですね。ここにも整備員さんいらっしゃるんですね。ここに基本的には入って、まあ、今日はいないけど、飛ばないんで、はい、感じで。すごい、知らなかったですって感じですね。いや、滑走路にこんななんか膨らみというか駐機場みたいなのがあるのも知らなかった。滑走路に入っていいですか。はい、お願いします。大丈夫ですか。いや、緊張する。お願いします。はい、バイキングレディリクエスト。マンボウバイキングギフトはアプリブダンスリクエスト。じゃあ入ります。OK です。お願いします。うわ。マンボバイキング、トレードデパートアプレル、ウィンド310アット16。バーチャープレル、マンボバイキング。うわ、すごい。滑走路、こうやって見ることなんてない。そうですね。すごい。じゃあいいですか。お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、リクしちゃわないように気をつけて行きます。はい。座席にこう押し付けられるような感じがしました。なんだろう、なんかここまで来たらもう飛びたいって感じでした。いや、私も一番すごい変な感じです。なんかそうですよね。あそこまで加速して飛ばないんかい。急にちょっとブレーキをかける感じになってます。そうですね。生徒喋ります。はい、今のマンボバイキングルシングリグルリクエストします。マンボバイキングギフグランドタクシーテープロン、タクシーテープロン、マンボバイキング。じゃあ、戻っていきます。はい、はい、お願いします。いや、もう飛びたかった。ちょっとちゃんとした試験とかを受けて、はい、ぜひ今度、ね、飛んでほしいです。この左のマンション、はい、手振ってる手振ってください。あ、本当ですか。あ、本当だ。え、みんな振ってる、みんな振ってる。はい、いつもあの部屋の人たちは変な人をいつも振っ
ってるんですよ。あ、そうなんですね。わー、嬉しい。でも私が乗ってるってこと絶対わかんないんだから。基地の近くのマンションってああいうことできるからいいな。航空祭でなんか乗ってる側って本当こんな感じなんだなと思いました。なんか実際に機体に乗ってみると滑走路って短いなって感じました。あ、そうですね、すぐですよね、はい、やっぱ早いからね。早いですね。基地として見るとすごい広く感じますけど。そうですね、一緒ですよね。これは乗らないとわからないわ。そうですね。乗れるようになってきてください。はい、飛びたいです。飛べたらですね、戦闘機はい、まあ、いろいろ G が使ったりとかしてあのすごい世界に待ってるんで。本当ですか？ジェットコースター苦手でも行けますか？それ全然大丈夫ですよ。本当ですか？はい。もう少しで飛ぶところでした。すごい楽しかったです。いっそこと飛んでほしかったです。降りた後でいろいろ機体について聞きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっといろいろ聞きたいんですが、まずこの辺とかはどうしてカバーがついてるんでしょうか？アンテナカバーというのはアンテナに損傷したりさせないようにカバーがついてます。フラグがついてたりするのは、はい、実際にこれを飛ばすときに、はい、外し忘れがないように目立つようにこのフラグがついてます。リムーブビフォーフライト、はい、まあ、飛行前は外せという意味で。あ、そうなんですね。あのキーホルダー持ってます、ね。あ、はい、よくコンビニとかでも、はい、売店で買いました、はい。こちらは何でしょうか？これは導管といって、はい、大気の圧力を測ってるセンサーなんですけど、ホコリとか詰まったり、はい、穴があるんですけど、はい、あ、はい、穴があります。ここにホコリとか物が詰まったり、あとここの芯煙が、はい、まあ、ぶつけたりして形が変わってしまうと性能が出なくなるので、はい、カバーをつけて守っています。おー、そうなんですね。気筒にもカバーつけてるんですね、はい、これもちゃんとリムービフォアそうです、ね、ライトがついてます、はい、こっちは何でしょうか？こちらは、上にあるノーズギアのこれを外した状態になると、はい、まあ、ギアがちゃんと格納できる状態。通常は、はい、安全ピンを挿して、まあ、不意にギアが格納されないように車輪がですね、はい、付いています。フライト前は外します。そのためにもう目立つように赤色でやってます。そうなんですね。これが外れちゃうと格納される可能性もあるので、はい、ここに書いてありますね、ノーズギア。そうですね、ノーズギア、すご
ネルですね、圧力、油圧とかがかかると、はい、まあ、この辺のゲージが動いて、でそれを整備が確認して、で確認したらパネルを閉めるという。そうなんですね。このリムビフォーフライトは何でしょうか。フックですね。ブレーキが作動しないっていう場合に、がこう降りてきて、で地上にあるワイヤーに引っ掛けて飛行機を乗せて止めるという。こっちも同じものですか。これは、バーストって電子機器とかいろんなものを搭載しているので、はい、故障しないようにあの静電気を地上に流してあげる。冷蔵庫とか電子レンジについてるやつが、あそこんなところについてるんだ。スタートするときに、はい、この炎を出るんですけど、おーおー、ちっちゃいエンジンがついてて、はい、でメインのエンジンをちっちゃいエンジンで回すという感じですね。戦闘機には基本的にその危険区域っていうのが決まってます。ほぼほぼ全ての機体に、危険区域、危険区域があります。全然知らなかった。炎が出るんですね、あそこから。はい、てっきりアフターバーナーだけかと思ってた。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい面白い。羽の上にいます、はい、よいしょ、はい、うわ、踏まないでください。はい、踏まないようにします。うわ、すごい、15の背中にいる。すごい、はい、ここまたいでもらって、あ、踏むな、ここを踏まないようにしてまたいで、はい、じゃあまたぎます。よいしょ、うわ、15の羽の上って乗れるんですね。うわ、だいたいテニスコート2面分。テニスコート2面分あるんですか。34畳ぐらい。すごい。うわ、見られない光景ですね。はい、こちらはですね、岐阜基地における最新鋭の機体でございます。はい、でですね、この機体は、まあ、飛行場の地区内の運航の許可証をもらってます。なので基本的にエプロン地区を走行することができます。でちゃんと FOD の許可をもらっています。なので基本的にはあそこにあるレッドラインの向こうまでも一応走ることはできるのですが、今回はレッドラインの内側を走行させていただきます。では行ってみましょう。じゃあ、かけます。あー、もうかかってる。